美容師のこう女性の人って女性スタイリストって、ね、目が養われるから結構婚期遅れるよね。あー確かにみんな出産とかも遅い人が多いけど、うん、うちの子でやっぱりもう男性のお客さんいっぱいついてる子はいるけど、最終的にお客さんと付き合うの？いやどうなんだろう、とりあえずモテるんだよ、モテるんだけど、うん、なんか結婚の手の字もない。満足しちゃってんの？そうかも、まあ、お給料もちゃんともらってるし、仕事もらってるし、まあ電撃みたいなのあるかもしれないし、まあ彼氏がいてっていう感じもあるかもしれない、うん、彼氏もいる。お客さんと結婚した人いる？あ、いる。いるの？いる。お客さんだよ。うん、まあ男でも女でも男、男のスタイリストでお客さんと結婚した人そう、いる。すごい、すごい。お客さん、お客さんと普通にその接客の中でそういうのになったの？電話も聞いたとね、まず事前に俺に話がそれまくってるけど、話それでも、うん、もうその話関係ないから、そっか、もう事前に相談があったとか言ってましたよ。ちゃんとしてるでしょ。そうだな、ね、これに社長、実はお客さんで気になってる人サブさんから決め場で行ったらしいですよ。あ、そうなの。じゃあもう行かねえから、すごい話してる敵がすごくショックいい子なんですね。あ、そうなんだ。いや、これは多分ね、好きなんだと思う。男からそんな純粋な言葉聞いたら、あ、そっかって思っちゃって。で、裏でポチョポチョやるのが男の美容師じゃん。なんかね、多いっしょ、お客さんに手つけたなとかさ、多いっしょ。それもね、すごいね、なんか隠し事もしないし、そうそうそう。で、ね、行ってもいいですよって、どう思いますって聞かれて、で、いいんじゃない、もう、そこまでね、俺に熱意を伝え、相手に思いがあるって、だとしたら、もうそこは、うん、気持ちを伝えるっていうのでいいんじゃないですか。へぇ、いや、遊びか遊びじゃないかなって、そのね、うちのスタッフだから見てたらわかるでしょ、あ、こいつ遊びのやつだな、真面目な人だ、真面目なやつ、真面目だからこそ言ってくれたよ。あ、そう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 、だから歌ったらもうね、失脚になっちゃうかもしれないですけど、でも、そこはもう男とね、なんで、まあ、お客さんっていうのもあるけどさ、うん、でも、ね、世の中はね、あのマネージャーと芸能人で結婚するのとかもあれば、うん、ね、いろんなのがあるじゃん、うん、うちなんてね、それこそうちの受付と税理士さん結婚したぐらいだからさ。あー、そっか、そうそうそう、そう、ね、出会いのタイミングなんていうのはどこであるか分かんない、うん、だからいいんじゃないのって話して、で、ね、で、やっぱ重ね、結婚したと、うん、お二人様入るあ、じゃあちゃんと言ってからデートしたのね。そうそう、陰でやる、やってない、デートした事故じゃない、事故した後じゃない。あ、そうそうそう、素晴らしいな、うん、デートの報告まで来た、ちゃんと言ってからね、言ったらそれでちゃんと付き合うんだったら、うちのスタッフなんか断るごとになんかいろいろ報告してくるから、いや別にその証拠いらないし、それすごいっていうのはお客さんが混んできましたね。混んできましたね。はい、ということでお客さんが混んできましたので、そろそろここで終わりたい。なんか最後だけの話なんですよ。よし、皆さんありがとうございました。今増えちゃった。どうも。